UEFA 欧州選手権 UEFA ユーロ2016開会式 UEFA ユーロ2016は15回目の UEFA 欧州選手権でありヨーロッパ各国の代表チームによって争われるサッカーの大会であるこの大会から本大会の出場枠がこれまでの16カ国から24カ国に拡大される優勝チームには2017年に ロシアで開催される FIFA ァコンフェデレーションズカップの出場権が与えられる。公式試合玉は、アディダスのボージュー・ポルトガルが初優勝を果たし、FIFA ァコンフェデレーションズカップ2017の出場権を獲得した。開催地は、2010年5月28日に、スイスのジュネーブで開かれたヨーロッパサッカー連盟理事会で、イタリア、トルコ、フランスの3候補から、 UEFA 理事の投票によって決定された。投票では第1次投票でイタリアが落選しトルコとフランスによる第2次投票でフランスがトルコを1票差で上回り開催権を獲得した。なお UEFA 欧州選手権において同じ国が3回開催国を務めるのはフランスが初めてである。詳細は UEFA ユーロ2016予選を参照詳細は UEFA ユーロ2016参加チームを参照 1998FIFA ワールドカップの会場を中心20会場で実施される本大会の抽選会は2015年12月12日にパリで行われた抽選方法は以下の通りホスト国であるフランスは A1 のチームとなるためポットには振り分けられない前回大会優勝のスペインはポット1に入る その他の出場国は予選終了後に更新される UEFA ランキングポイントに基づいて4つのポットに振り分けられ各ポットから1チームずつ A から F の各組に振り分けられる最終的な振り分けは以下の通り試合日程が2014年4月25日に UEFA から発表された時間はすべて現地時間グループ A 編集 フランス V ルーマニアアルバニア V スイスルーマニア V スイスフランス V アルバニアルーマニア V アルバニアスイス V フランスグループ B 編集ウェールズ V スロバキアイングランド V ロシアロシア V スロバキアイングランド V ウェールズロシア V ウェールズスロバキア V イングランドグループ C 編集ポーランド V 北アイルランドドイツ V ウクライナウクライナ V 北アイルランドドイツ V ポーランドウクライナ V ポーランド北 アイルランド V ドイツグループ D、編集、トルコ V クロアチアスペイン V チェコチェコ V クロアチア、スペイン V トルコチェコ V トルコクロアチア V スペイン。グループ E、編集、アイルランド V スウェーデンベルギー V イタリアイタリア V、スウェーデンベルギー V アイルランドイタリア V アイルランド、スウェーデン V ベルギーグループ F、編集、オーストリア V ハンガリーポルトガル V アイスランドアイス。 ランド V ハンガリーポルトガル V オーストリアアイスランド V オーストリアハンガリー V ポルトガル各組3位チーム編集確定した組み合わせラウンド16編集スイス V ポーランドウェールズ V 北アイルランドクロアチア V ポルトガルフランス V アイルランドドイツ V スロバキアハンガリー V ベルギーイタリア V スペインイングランド V アイスランド準々決勝編集ポーランド V ポルトガルウェールズ V ベルギードイツ V イタリアフランス V アイスランド準決勝、編集、ポルトガル V ウェールズドイツ V フランス決勝、編集詳細は、UEFA ユーロ2016決勝、三勝ポルトガル V フランス出展、ベスト11、ありがとうございます。